邪神ちゃんですの。ついに2024年冬クールのアニメが終了。今回は2024年冬アニメから私の大好きな魅力的なヒロイン4人を紹介しますの。70本の作品の中から悩みに悩んで選んだ4人、それぞれすごく魅力的で個性にあふれたヒロインですの。ぜひ自分なら誰を選ぶか考えながら最後まで見てもらえればと思いますの。このヒロインも魅力的だったよと思うキャラクターがいたら、ぜひ理由も込みでコメントしてもらえればと思いますの。それでは早速いきますの。2024冬アニメヒロイン4選、1人目はテレビアニメ「治癒魔法の間違った使い方」からアウルちゃんですの。治癒魔法の間違った使い方はキャラクターデザインが非常に秀逸で、どのキャラクターもとても可愛く、特にメインヒロインといえる鈴音生徒会長は第1話の凛々しいイメージからどんどん可愛い要素が増え、今期でもトップクラスのヒロインでしたの。しかしながら今回私が選んだのはアウルちゃん。ローズ団長の過去を描いた第8話第9話で登場した王国騎士団の副隊長ですの。これまでの話からローズ団長の当時の部下が誰一人として生き残っていないことは明白で、回想が始まった瞬間から死ぬ運命が分かっている、見ていて非常に辛いキャラクターでしたの。けれど第8話ではローズ団長の厳しい特訓を他の団員と一緒に苦労しながらも乗り越えていて、王国騎士団の団結力は圧倒的。団長として全員を引っ張るローズさんとその関係をうまく取り持つアウルちゃんの活躍で、強大な敵にも負けないような素晴らしいチームワークを発揮していましたの。安心したのもつかの間、第9話では残念ながらローズさんを残し王国騎士団は全滅。アウルちゃんも自分の命を厭わずに最後まで戦い続けましたの。この時にアウルちゃんがローズさんにかけた言葉や、この悲しい結末を受けてローズさんは前線から身を引き救命団の設立を決意。後にウサトくんがこの救命団に加入することになりますの。アウルちゃんは本当にすごく仲間思いで、発する一言一言に芯が通った素晴らしいキャラクター。小原好美さんの名演も相まってローズさんの過去の決意に強い説得力を持たせていましたの。キャラクター的にウサトくんに似ているところも多く、ローズさんもこの2人を重ねている部分が多くありましたの。ストーリー上でもなくてはならないキャラクターで、私たち視聴者の心を大きく動かした今季屈指の名ヒロインでしたの。2024冬アニメヒロイン4選、2人目はテレビアニメ「百葉譜」から東洋ちゃんですの。百葉譜は中国で制作されたアニメで、日本のアニメとは違った要素が盛りだくさんの非常に魅力的な作品ですの。まずは何よりこの東洋ちゃんのキャラクターデザインを見てほしいですの。強気な雰囲気と色っぽさ、そしてどこかだらしなさを感じさせつつも霊言新たかな雰囲気も匂わせる唯一無二の素晴らしいデザイン。アニメで化粧している感を出すとどうしても少しおばさん感が出てしまいがちですが、そこを一切感じさせないほどいい化粧具合ですの。声優を務めるのは遠山奈央さん。強気でわがまま自由奔放な感じや、決めるときはしっかりと決めるかっこよさ、どちらもしっかり演じ分ける素晴らしい名演で、東洋というキャラクターを一回りも二回りもさらに魅力的にしてくれましたの。百葉譜は妖怪にまつわる事件を2話構成で描いていく作品で、東洋ちゃんは医者としての専門の知識を生かしながらその一つ一つの事件を解決していきますの。最後はかっこよく決めることが多いのですが、序盤は食い意地を張って問題を起こしたり、話を聞いていなかったり、マガ君をいじって遊んだりとやりたい放題、ちょっと意地悪なおねしょたな2人の関係性がたまらない要素となっていますの。何でも知っていそうな全能感と何にも知らなそうなアホっぽさ、この2つの共存も素晴らしく、東洋ちゃんの活躍をしっかりと目に焼き付けながら本編のストーリーの素晴らしいメッセージ性を楽しめる百葉譜は、そんな名作となっていますの。意外と見ていない人が多い作品かと思うので、ぜひ可愛い東洋ちゃんを見るためにも時間がある時に見てほしい作品ですの。2024冬アニメヒロイン4選、3人目はテレビアニメ「逃走中」からラビちゃんですの。
すでにもう1年間放送されている逃走中、ラビちゃんは実は直近で存在が明らかになったウルトラ可愛いヒロインですの。ラビちゃんがしっかり出てきたのは第48話ラビの決意、逃走中を取り戻せ。多くの逃走中ファンに激震を起こしたとんでもないエピソードですの。それもそのはず、このラビというキャラクターはこれまでのお話でしがらきたぬき男というたぬきのしがらき焼きに入った謎の存在でしたの。これまでは一言も喋ることなく、主人公のソウヤゴピンチの時に助けてくれる、目的も何もわからない不思議なキャラクターだったのですが、実は中身はこんなに可愛い女の子。これまでのしがらきたぬき男の行動を振り返ると確かにそういう要素も感じられる。しっかりとした伏線も張られていましたの。この話以降、ラビちゃんは一線級の働きで、新しいステージである現在放送中のアメリカ横断編でも大活躍。モーリスのおっさんとヒロイン枠であるハルが参加していないこのステージでどんな逃走中を見せてくれるか、今から楽しみで仕方ありませんの。声優を務めるのは下地篠さん。タヌキ尻尾とタヌキの耳みたいな髪型と、しがらきタヌキ男の要素を可愛さに変換する最高のキャラクターに仕上がっていますの。2024冬アニメヒロイン4選4人目はテレビアニメシャングリラフロンティアからエムルちゃんですの。今回紹介した4人の中では圧倒的な知名度、逆張り気味な私も選ぼうか悩んだのですが、最近のあまりの可愛さに選出せずにはいられませんでしたの。登場自体は本作の序盤からになり、主人公三楽を初期から支えてきた頼れる相棒的な存在。父親はボーパルバニーの長バイスアッシュであり、その素晴らしい血統も三楽のゲームプレイに多大な影響を及ぼしていますの。使える魔法としてはテレポートゲートという転移魔法とマジックエッジという斬撃魔法、どちらの魔法も非常に強力ですし、三楽のクソゲーで培ったプレイングも相まって十二分にその強さを発揮していますの。最近のお話ではより一層酷使されていて、ちょっと不憫なエムルちゃんがそれはそれでまた非常に可愛いですの。喋り方も非常に可愛く、語尾がですわ、頭と呼ぶべきお父さんをお父ちゃんと呼ぶ、元気よく返事をする時のはいな、どれをとってもメロメロになってしまいますの。特に語尾は感染力が高く、三楽もよくですわ口調で喋っていますの。声優を務めるのは日高里奈さん。可愛い女の子はもちろんのこと、こういった人外系のキャラクターにもぴったりな声を当ててくれる本当に素晴らしい声優さんですの。余談ではありますが、三楽役の内田雄馬さんとエムル役の日高里奈さんは今年の1月1日に結婚を発表。まさかのシャングリラフロンティア婚ですの。これからも三楽とエムルの夫婦漫才のようなやりとりをずっとずっと見ていたいですの。ということで今回は2024年冬アニメヒロイン4選のお話でしたの。本当にマイクール魅力的なキャラクターがたくさんで、間違いなくそれも一つアニメを見る際の大きな要素になっていますの。このヒロインが可愛かったという推薦や、今回の4人に共感しかないという方はぜひコメントしていってほしいですの。このチャンネルではアニメに関する動画とアニメのテレビ放送に合わせた同時視聴配信を毎日しておりますの。ぜひチャンネル登録と高評価をして同時視聴配信にも遊びに来てほしいですの。では今回の動画はここまで。またね、ですの。